ここからは B ブースの模様をお伝えしてまいりたいと思います。青がカメストリー選手、そして赤がシャチュー選手ということになります。左前決勝からですね。先にカメさんが1年生を消化しました。これによって相手のお邪魔を受けたんで、今度はカメさんが受ける番ですね。かなりお互いにお邪魔を降らしていきますが、そうですね、これを受けられるかどうかというところですね。下鉄もしっかりと相手邪魔しています。ここもしっかりと消費していくシャチュー選手。カメストリー選手どうですか、これは。さあ、これはチケット、おっと、さあ、これはトントンですね。あ、トントンですか。うまい。さあ、これ受けてからどうなるか。これを受けられるか、あっと、まあ、すみませんでしたか。さあ、これでシャツさんが結構有利になりました。シャチュー選手がここから有利、どんな手を繰り出していくか。2連、3連。さあ、これでは返せない。こうなるともシャツさんだとは仕留めきりましたね。あーっと、一気にきました。まず第1試合取ったのはシャチュー選手、1本目。はい、ボンヘルクに定評のある亀さんですが、それでもしのぎきれなかったという。そうですね。はい、亀さん前傾し結構得意なんですけど、それをしとめきった下さんは結構流れに乗れるのではないでしょうか。すごいですね。コメントでも前傾しは本当に亀は得意だから大丈夫ってコメントあるんですが、それすらも打ち破ったという車中選手、素晴らしい乗ってますね。最初に仕掛けていったのは車中選手、はいはい、さあこれは一元で返していきました亀ストリー選手。さあこのあたりは細かい攻防ですね。さあこれはしかしこれは亀さんが綺麗な対応ですね。さあそこに車さんが本線をかけて、これによって時間を失って引けないみたいな、はい、そうですね。6連鎖で止まった本線発火で9連鎖久中選手。あー、来なかった。これには対応できない。これも大きいですね。いやー、カメストリー選手顔を覆いました。さあ先に1試合取ったのは久中選手となりました。やはりちょっと冷えが効いてきたんでしょうか ねかもしれませんね。あんなかったらまた違ったかもしれない。第1試合まず取ったのは久中選手、これが第2試合ということになりますが、さあ積み方の方ですが、これはいかがですか。久中さんはこの鍵積みといって、はい、結構基本的な、はい、組み方をずっと組むんですよね、はい、それに対して亀さんは結構柔軟な形を組んで、はい、ここは火力がある攻撃を仕掛けていきましたカメストリー選手。ただこれは、本線ですね。5連鎖、6連鎖、本線で返していく、はい、さあ伸ばしきれるか。ここで返してほしい。11連鎖。さあどうなるでしょうかね。これ11。さあこれを今度はこちらも本線で返していく。さあどうだカメストリー選手、どこまでつなげられるか。していきました。これぞカメさんといった素晴らしい返し。この攻撃で相殺できない。さすがに大きく雨が降ってしまいました。これぞカメさん、これぞカメさん、美しい伸ばしですよね。カメストリー選手の真骨頂が出て、はい、この第2試合1本目取りました。さあここでまた流れが少し変わるのではないでしょうか、はい、やっぱ自分の強みで勝てたんで、はい、それは結構大きいことなんです。気持ちよく詰めるんでしょうね、はい、次が、はい、1試合取っているのは久中選手。さあこれは久中さん結構ここで邪魔しに行ったが、おっと下までつながって、あ結構消えます。久中選手ここは大きく攻撃を仕掛けていきますが、これも返していきますカメストリー選手。あしかしこれまだカメさん油断できませんね。まだある、まだありますか。あ本線つながってる。ここで本線発火。これはカメさん間に合うか。苦しいですがカメさん6連7連8連さあ8連鎖攻撃。これ同時勝利ですけど、ちょっと返すことができるか。厳しいか。返し切りました。見事な攻撃。さあこのセット、そしてセルビングのカメストリー選手、素晴らしい、芸術的な、いやカメさんらしい勝ち方ですね。はい、これで1勝ずつの五分に戻しました、はい、第3試合に入ります。やはりおっしゃった通り、得意な勝ち方をした後にまた得意な勝ち方をするという。さあ温まってきたか。
さあ今回の試合カメさんの形がなんかよくわからない。もしかして引いて、おなるほど、おーれはわからない。でもカメさんも柔軟ですね、途中で消して対応したりしてますね。ロレンサ7連鎖につなげていきました。カメさん選手6連鎖で止まって、この攻撃を、カメさんの形が柔軟でちょっと凝視しきれなかったんですけど、はいはいはい、それでちょっと判断を見せた、ちょっと読み切れないような感じでしたよね。第3試合1本目わかんないですよね。カメストリー選手が取りました。さすがのテクニックでございますが、先にリーチをかけたのはカメストリー選手です。これ相手に手を読ませないっていうのも一つの手なんですね。読まれないのが強みなんで、はい、それがカメさんの強みです。福岡なのか本戦なのかわかんないんですよね。ヒカチュウ選手はここで大きく仕掛けるか。この攻撃をカメストリー選手、少し受けてしまった。はいはい、しっかり対応してきます。すごい柔軟ですね、はい、対応力がすごい。さっきから叱りまくる、はい、相手に攻撃を仕掛けていく、それを逆に返していくカメストリー選手。さあこれ視察さんどうするか。ここでお邪魔の雨が降ってきた。見事第3試合勝利はカメストリー選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。